どうもどうも皆さん、ゴリスポです。こんなこと思ったことないですか？100円で手入れできたらいいのにな。僕も思ったことありますよ。特に学生の頃なんてね、安ければ安いほどいいんですよ。ああ、100円で手入れできたらええのにな。そんな皆さんの思いに応えまして、ほぼ100円手入れ、解散って。ということでですね、今日はこっちでした。すいません、向こうがカメラかと思って喋ってました。今日はですね、100円均一ありますよね。例えば、ダイソー、キャンドゥ、ワッツ、セリアとか、いろいろ100円ショップがあると思うんですけど、今日は100円ショップで売っている革製品の手入れ道具ですね。それを使って今日は手入れ動画撮っていきたいというふうに思います。で、まず、100円ショップに革製品の手入れ道具があるかどうかっていうのを見に行くというか、買いに行きます。それでは、買っていきたいというふうに思います。それでは、さようなら。ゴーリアした。まずは100円ショップのワッツから攻めたいというふうに思います。思ったよりたくさんの商品がありますね。靴道具だけでこんなにもたくさんの商品があるなんて感動します。クリーナーなんていいですね。おっと、こちらはこれいいですね。汚れ落としに使えそうということで購入いたします。続いてはダイソーにやってきたぜ。ダイソーの方が品揃えが若干いい気がするな。使えそうなワックス発見した。さらに豚毛ブラシもある。仕上げ用のクロスも購入していくぜ。さあ帰ろう。はい、それでは買ってまいりましたので、商品を紹介していきたいと思います。まずですね、ワッツで買ってきた商品がですね、さっき見せたんですけど、こちらです。シュークリーナー、シュークリームではございません。シュークリームではないです。シュークリームに似てるんですけど、名前は、シュークリーナーでございます。靴クリーナー、ウェイトタイプの靴の汚れ落としに使えるということで、代わりにも使えるのかなというふうに思います。成分は、こんな感じで、グラブオイルにも使われているような内容でございます。続いて、皆さんおなじみ、ザ・ダイソーで買ってきた商品がこちらです。まずですね、こちら、耐水性プラス、艶出し、カルナバワックス。聞いたことない名前ですけど。続いて、こちら、靴ブラシの豚毛。これはグラブにも完全に使えると思いますね。100円のブラシです。グラブブラシに使われてるのにも似たような感じですね。で、最後に、コットン靴磨きクロスということで、こちらで最後磨き上げをしていこうかなっていうふうに思います。ただね、これでだいたい、500円もいかないぐらいですね、全部で。なので、一つの料金を見ていれば100円です。グラブにね、最初から使うのは怖いということで、革に今回も塗っていきたいというふうに思います。この辺りにね、どんな感じかやっていきたいというふうに思います。それでは、レッツゴー！ゴーリアした！はい、それでは実際に使っていくんですけども、皆さんまずこれ大前提の話をすると、これ靴用の商品ですので、靴は間違いなく使えます。で、グラブに使ったらどうなるのかっていうようなね、僕は検証していきます。はい。カルナバワックスっていうやつ、ちょっと調べてみたんですけど、これね、フォーチュンフィールドさんのオイルとかにも入ってるみたいなんで、グラブにも使えないことはないかなっていうふうに思います。重くなったりするのかなーって感じですけど、テッカテカの、100円なんでね、これ。で、まず、順序的にはこの靴クリーナーで汚れ落としになりますんで、これで皮をまず拭いていきます。僕のイメージ的にはスッキリクロスみたいな役割を果たすんではないかなというふうに思っております。触った感じはかなりウェットですね。靴を1個全部拭き切るっていうように作られてるので、かなりウェットです。グラブに使うのはどうでしょうね。ちょっとシミになったりはするんですかね。これ今回2枚で使っていきます。これで汚れ落としをしていくわけですね。こうやって1箇所拭いてみた感じがこんな感じ。ちょっと水が入っててウェットなんですけど、そこまで染み込んでいるわけではないかなっていうふうに思います。これ乾いたら多分なくなると思うんで、まずこれで汚れ落としをしてから、続いてですね、こちら手で塗っていきます。これね、手で塗るもんじゃないかもしれないですね。僕はいつもオイルは手で溶かして塗っていくんで、今回は手で塗るんですけど、皆さん布で塗ってみてください。全然溶けないですね。まずじゃあここに塗っていきます。うわー、伸びないな。全然伸びないですね。もう全然伸びんな。ちょっとずつ塗っていきます。僕が知ってるグラブオイルと比べると伸びがすごく悪いですね。まあ、100円なんでね、もう僕が今まで使ってきたオイルの中では、おそらく最安値かな。あー、匂いがすごい。あんまり匂ってはいけないようなね、匂いがしますね。あ、すぐ割れますね。ちょっと手で使っただけで割れましたね。あ、でもペタペタ感はすごいありますね。ペタペタ感も、手に引っかかる感じもすごいですね。サラサラスベスベしたオイルではないですね。そこまで保湿感が感じられるものではないですね。なんだろうね、これ、撥水に特化してるんかな？水を弾くためのもの。で、こちらで100円のブラシなんですけど、こんな感じです。まあね、見た目は普通なんですけど、もうすでにこうやって毛が取れてますね。どうなんだろう。ちょっと磨いてみます。あ、ブラシは全然いいですね。うん、ブラシはすごいです。100円で、まあ、若干こう作りはね、こうガタガタしてて雑い部分はあるんですけど、オイルをこう入れたり汚れ落としをする分には全然使えるかなって思いますね。このブラシに関してはいいと思います。毛がすごい抜けやすいんで、室内で使うってなったらちょっと厳しいかなっていうか、やめておいた方がいいかなと思うんですけど、続いてなんですけど、ラストですね。こちらコットンの靴磨きクロス。これで、さっきのクリームを塗ることもできますし、から拭きとかオイルとかクリーナーを使用した後にこれで磨き上げをするっていうような感じですね。最後これ磨いていきます。コットンの靴磨きクロスに関しては、グラブ磨きをした後の仕上げにも全然使えると思いますよ。なんと言いますか、ツヤ出しというか、磨き上げと言いますかね。はい、こちらですね。この部分を100円のオイルたちで磨いてみたんですけど、こんな感じに仕上がりました。他の革の部位に比べたらすごいグリップ力が増しましたね。まあやっぱり靴磨きなんで、まあそれなりの効果はございます。でも、ダイソーの商品で100円っていうのもありますので、そこまで高品質なオイルではございません。でもまあ最低限のこの撥水加工とか、艶出しっていうのはできるのかなっていうふうに思いました。で、これに関してはですね、まあグラブに使うことも可能かなっていうふうに思います。この配合されてるものをよく見るとですね、グラブに使っても問題はないものなのかなとは思いました。どうしてもね、100円で手入れがしたい、オイルにこだわりがないっていう人に関しては、これもありなのかなっていうふうに思います。クロストブラシに関しては、全然この100均のものでも使っていけるかなっていうふうには思います。はい、以上です。ゴーリやした!はい、ということで、100均で買った靴用の手入れセットを使ってですね、グラブの革を磨いてみたんですけども、僕は今回の現象的にはですね、グラブに使用するのはなしです。まあ本来靴用に作られたものですからね。やっぱグラブにはグラブ用のオイルを使うべきかなと思うんですけど、まあ先ほども言った通りですね、ブラシに関しては全然ありですね。まあ今後は外でね、汚れがひどいグラブであったり、まあスパイクであったり、そういうものに100円のブラシを使って手入れするっていうのはすごい、まあコスパがいいですし、ありかなっていう風に僕は思いました。で、最後にクロスでですね、グラブを磨き上げていくっていうのはありかなと思います。なんせ価格が安いんでね、買い替えもね、頻繁にできると思います。なので、学生さんとかにね、ぜひ使っていただきたいブラシ類だというふうに思いました。まあ、興味のある方はね、100均でどこにでも売ってると思うので、一度試してみてください。ゴリスポですね、各 SNS いろいろやっております。インスタグラム、ツイッターいろいろやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。リクエストはコメント欄からよろしくお願いします。今日のゴリスポ以上になります。あおりよっしゃ。リクエストして見つめ直したって覆らない。振り返らず走り続けろ。そして2月のプレゼント企画はこちらの GS 端材グラブを1名様にプレゼントします。公式側の余り側で作られた皮を無駄にしないグラブ、レインボーのグラブを1名様にプレゼントいたします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。当選者の発表は3月1日の動画で発表いたします。